こんにちは、京都オブブチャーエンの松本です。今日はテデックスの皆様に、自分たちの活動を紹介したいと思います。僕たちは、京都オブブチャーエンと言います。ですね、自分たちは15年前にここ京都和塚町にある茶畑で、新規就農して、お茶作りを始めました。それから10年前、インターネットを使って世界中にこのお茶をですね、紹介するという活動をしています。現在116カ国に、お茶を通販可能で23カ国にお茶を届けた実績があります。で、自分たちのやっている活動の中でですね、今日紹介したいことは何かというと、茶畑のオーナー制度です。これは1日50円で茶畑1坪、この大きさですね、この大きさなんですけれど、のオーナーになれるというものです。この活動を通して、消費者の方たち と、生産者の方たち、自分たちなんですけれど、をつなげるということをやっていきたいと思っています。で、これによって、農業のですね、未来が作れるんじゃないのかっていうのが今僕たちのやっている取り組みです。で、オーナーになると何があるかというとですね、まず茶畑一つのものオーナーになれるということ、それからその茶畑で採れたお茶ですね、これが、皆様の手元に年6回届きます。そして、お茶と一緒に、オーナーさんと一緒にですね、様々な活動をしているんですけれど、その活動を紹介した冊子が届きます。で、オーナーさんと一緒にやっている活動というのは何かというと、まず一つ目が日本茶を世界へということで、日本のお茶を世界に広める活動をしています。これは毎年海外にですね、お茶を持って、直接普及する活動であるとか、今実はこのビデオを撮ってくれているのがハンガリーから来ている、ユジトさんという女性なんですけれど、その方が、とか茶畑にたくさん外国人の方を招いたりしています。あとは農業を楽しくということで、こちらをご覧ください。はい、今茶摘み体験をですね、老人ホームの人たちにしてもらっています。はい、で、それからあともう一つが、これですね、茶畑からの社会貢献ということで、これは東日本大震災の時に2000キロぐらいですね、沿岸部を移動しながらお茶を入れて回るというボランティアをオーナーさんと一緒にやった時のものなんですけれど、そういった活動とか、あとは知的障害者の方たちと一緒に共同するとかということもやっています。で、ですね、そういう活動を通して僕たちは農業を使った社会貢献ということで、消費者の方たちと一体どういうことができるのかっていうのをいろいろ今試しているところです。その活動を通して今、ですね、10カ国、600人のオーナーさんがオーナーになっています。ここにあるのがオーナーさんのお名前でございます。で、今日最後にですね、紹介したいのが、ハンガリーから遊びに来てくれたアンブラシさんという茶畑オーナーさんです。はい、こんにちは。ですね、2年目はなかなかハンガリーは日本茶はなかなか売ってないですから、インターネット経由でどうやって直接茶農家から日本茶を手に入れるかと考えて、やっぱりおぶぶさんのウェブサイトを見つけました。はい、そこでオーナー制度に登録して、はい、初めてお茶が来たら感動しました。素晴らしい味でしたから、それは僕もお茶を作りたいようになって、将来はそういう風になるように頑張ってます。おっす。はい、という感じで、ですね、はい、以上でございますね。ありがとうございます。頑張るぞ。